君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月また出会えるの信じて、最高の思い出を。した瞬間、帰り道の交差点で声をかけてくれたね、一緒に帰ろう。僕は照れくさそうにカバンで顔を隠しながら、本当はとてもとても嬉しかったよ。時間と共に流れる、嬉しくって楽しくって冒険もいろいろしたね。二人の秘密の基地の中、君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望したね。二人の秘密の基地の中。